はい、こんにちは。スクーキーワカメと申します。それではアイワナキルザーガイですね、チャプター2の、今回後編ということで進めていきたいと思います。またこのギミック、はい。で、あ、そこに頭をぶつけてコインを全部取れと、まあやっていきましょう。で、これは今回まあ順番通りでいいとして、はい。で、これで先にこれ取ってからの方が、いや、ちょっと待って、あ、そういう動きになるのか今度。なるほど、なら一回あそこその場でジャンプでなんとかなんじゃないかな。はい、で、こんで取って、はい、ここでジャンプ、オッケー。ちょっと待ってよ、あ、これで下から、はいはい、でまた頭をぶつけてこういうことですね。はあ、でまたコインがあって、ちょっと待ってよ、これコイン取れそうだけど、ちょっと待って待って、うわ、そういう感じか、またキラーを去れられるんだ。オッケー、分かってはきた。ちょっと待ってよ、はい、でここはコインも取っちゃう。でこいつを下げてタイミングよくこう、オッケーオッケー、ここはいける。ちょっと問題は上りだな。次出てきたらこう、はい、悪くない悪くない、はい。で、ちょっと待って、やべ、うわ、これ降りる方がむずいな。やばい、最後降りるところ難しくない？序盤はいいよ全然もう、はい、ここ取るまではいい、はい、ここは慣れた。で問題はこの後、次で行きましょう。はい、でここまではいいよ。どう、ちょ待って、やべ、あぶね、行った行った。で今度赤ティナーだから触れることが許されないと、はい、まあここはタイミングでっていうか、にゃー普通に死んだよ。まあここはそんなでもないかもな、全然難しいんだけど、はい、ここまではいい、はい、やべ、でちょ待ってよ、来るね、はい、やべ、うーわ、ここ結構しんどいな、そろそろ超えたい、ここ、はい、で一回待ってこう、でここもワンテンポ待ってこう、やべ、ちょ待ってよ、やべ、いっちゃえ、オッケー、でこういうことね。コインを回収して、あそこが、ちょっと待って、やべ、よっしゃ、いった、オッケー、セーブ。でこれは黒いキラーどうすりゃいいんだろう、これ、あう、ん、どうやっていくんだ、ここほんと新しいとこ来るたんびにどうやっていくのってなるんだけど、多分キラーを下通してこういう感じ、はいはい、なんだ、ここはそんなでもない、あ、青いのがいる、友達なのこれ、あまた、ちょっと待ってよ、やべ、あ、ジャンプもできる、これちょっと待って、やべ、この類苦手なんだって、待ってよ、やべやべ、死にたくない、あとちょっと、やべ、あぶね、早く終わって、やばい、あぶね、で下でいいのかな、ありがとう友達、またね、あ、セーブ、でん、あ、また黒いキラーが、ちょっと待ってくれ、またこれで上下で操作するんだろうな、結構黒いの出てくるまでに時間がかかるんだよな、来た、でこう、で次ここ当たんないようにし、やべ、ちょっと待ってよ、やば、うーわ、結構繊細なんだなここ、でちょっと下げて、はい、やばい、にゃー間に合わない、くっそー、ここ地味に最難関かもしんない今んとこ、でこの高さならいけっかな、あ、いける、はい、でちょっとよ、やべ、いってしまえ、やっといったよ、で
こういうタイプか。打っても変わると。はあ。ん？あ、これもう一回、あそこ打って、はい。オッケー。こういうことですね。で、はあ。これに当たんないようにいって、で、切り替えて、ここそんなに難しくないな。はい。で、最後あれを打って、こにゃっ！いけそうだったのにな、一発で。悔しいね、今の。ここは全然難しくないと思う。はい。で、ここも当たんないように行くだけだから、はい。で、切り替えて、こう。で、もう一丁切り替えて、はい。あぶね！立った立ったで、これはまたコイン全部取っていくんだ。ちょっと待ってくれ！切り替わんのか？これ左先に行った方がいいのかな？左先に取ってみますか。で、合う！あ、これで左からですね。オッケー、なんかいけそう感は。ある。で、こう。で、ちょっと待ってよ。やべ、なんだこれ。いや、え？最後やばくない？どうすんのあれ。ここまではいい。で、こう、あ、オッケー、ちょっと待ってよ。これは？ほんで、え？ん？あ、これで、やべ、ちょっと待って。はいはい。次で。こんで、こう、オッケー、いったね。ここはまたコインを取って、はい。あ、でこれを触って、ちょっと届かないって。これをもっと急いでやんないとダメなのか。なるほど、今の一連の流れをスピーディーにやる。はい。で、届くね。オッケー、ここはそんなでもない。で、ちょっと待ってよ、セーブ、まだ続くのこれ。うーわ、マジか。やばい、結構パズル要素あるな、進めるたんびに。ここどうやっていくのっていう。これ何マップ続くんだろう。で、あれを打って、こうでしょ。で、こう。ダメね、今の当たってなくてよかった。オッケー。え、で、ちょっと待ってよ。これ、うわ、これ切り替えとかないとダメじゃん、また。ここも地味にむずい。はい。で、こう。で、次はあらかじめ変えておいて、こう。で、また、打って、打って、打って、うわ、間に合わなかった！くっそー！そろそろいけると思う。で、早すぎてもダメだから、あれ。はい。一応問題はここ。はい。落ち着け。オッケー。で、はい。あらかじめ打って、当たって、打って、打って、打つ。オッケー。いった。セーブ。やっといったよ。あ、またこの子。Hey, it's you! 誰なんだろうな、この子。まあ、また、英語なんで、皆さん、各自ね、ご自身で解読してください。なんて言ってんだか、全然わかんないんだけど。この子、ラスボスなんかな？何言ってんの？What happened？ 何が起きてるみたいな言ってんだよな。で、あそこにワープがあって、キッド君すごい顔してる。で、友達もいる、あそこ。また飛ばされんのかな、どっか。何を言ってんの？なんて言ってんだ、これ。ルール・ザ・ワールド。はあ。まあ、間違いなく俺の財宝化的なことは言ってないだろうな、今回。ザ・ワープ・ネクストっつってる。先に行けと。ボスいないんですかね、今回。これはどうなるんだ。行っていいの？え、これ友達は？
友達も一緒に、あ、危ねえ。まだ続く感じ？どうしよう。とりあえず、もうちょい、ん？ボス、あ、ボスいない感じ？ネクストバージョンって言ってる。あ、これでチャプターに終わりですね。マジか、ボス戦神してたんだけど、ま、いないんで、じゃあ、とりあえずチャプター3入って、今回終わりにしましょう。今度はどんな感じなんだろうな。どんどん難しくはなってるから、ちょっと怖いっちゃ怖いんですけど。はあ、なんかガラッと雰囲気変わった。なんか街みたいな。すごい大都会だね。オッケー、じゃあ、ちょっとボス戦いなかったんで今回短めな動画になりましたけど、今回この辺にしてですね、次回このチャプター3を進めていきたいと思います。というわけでここまでご視聴いただきましてどうもありがとうございました。次回もまた見てくださいね。はい、バイバーイ。